SnowMan の身体能力を生かした企画、はい、バレクールに挑戦したいと思います。じゃあそれでは本日 SnowMan にバレクールを教えてくれる先生をお呼びしているので、はい、登場していただきたいと思います。どうぞ。パルクールは特別なものを用いないで本当に体一つで障害を乗り越えたりそういう宙返りをしたりとかこう目的地まで効率よく移動するっていうそういったフランス発祥のスポーツです。フランスなんだ。まず最初に簡単な動作としてボルトっていうそのものを飛び越える動き、ボルトをして、はい、スッと飛び越えるような動きがありまして、はい、まずそれをちょっと皆さんに習得してもらおうかなと思います。はい、はい、お願いします。おー、なるほど。軽いし、速い。飛びすぎてもない。そうそうそう、絶妙な、絶妙な高さ、ね、高さが。足を前に出して手で押してこういうダッシュボルトっていう、ダッシュボルト、はい、ちょっと見てもらうと、ちょっと待ってください、待ってください、怖い怖い、そこまで、ちょっと待ってください先生、一気に上がってレベル上がりましたよ。行くぜ。あいや、むずい。いや、むずいよ絶対。不思議。おお。あ。どうした？しっかりと引き出しを持って。おお。あ、上手です。しっかり。おお。でも手ついてないでしょ。やってた。俺やってたの。先ほどの動きがあったと思うんですけど、それにプラスもう一個今箱を足したので、はい、そこでもう一回最初に教えたボルト、もしくは自分で思ったボルトとかでもいいので、なんかこれが速いんじゃないかなって思ったらそれ使っていただいても全然大丈夫ですし、そしたら僕がまず先にちょっとやってみます。お願いします。はい、まず最初に来たー。来たー。おい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 
おい、そうです、もうお察しの通り壁を使った技を壁から習得してもらうかな。スノーの初体験です、初体験です。なんか足で蹴って回る技が壁中、あのウォールフリップっていう技があるんですけど、はい、お見せするとウォールフリップは本当に壁を蹴って、おーお前がそれで宙返りをお前がする技でして、どうしたすごいスピードすごいですよです。回転すれば絶対バク宙が多分皆さんかなり上手だったので、手をついて壁に対して手をついてバク宙をするっていう技があります。それが分かんない。それはハンドフリップっていう技で、ちょっとお見せするんですけど、これもちょっと助走を取って壁をしっかり手で押して、その上級超えてるわ。超級壁をしっかり手で押して、うわぁ、いきます、きた、うわぁすげぇ、超怖い、よく言ったね、素晴らしい、綺麗に着地まで見たいよね。しっかり壁を見たまま、しっかりジャンプして押す、まあ、はい、あーいやそうなるよね、抜けない、いやすげえわかる、でもすごいこれ、今のでこらえて足をそのまましっかり我慢して抜きに行ってたら普通に余裕で立つ、あ、本当ですか、いきます、はい、きた、おー素晴らしい、それは今日やってきた成果をもう本当に自分だけの力で技をつないで組み合わせていって、クリエイティブな発想で大丈夫なので、僕が教えてないことにもいいですし、好きなように技を組み合わせて最後に1本の動画を作れたらなと思うので、ちょっと一番綺麗な技を見せてもらえたらと思います。なるほど、知らない世界がたくさんあったね。そうだね、その分楽しさもさ、まあまあ、それはなんか今日ちょっと本当にびっくりしました。思った以上にというか、さすがジャニーズというか、もうがっつり僕の期待を超えてきたのでこれからさらなるちょっと成長、活躍を期待して、また一緒にこういうトレーニングができるのを楽しみにします。ありがとうございます、お願いします。以上、スノーマンでした。まあみんなできると思うんだけど、ロンガード中外で、おお。じゃあみんな見てて、はい、いくよ、はい、あはは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 は